おはようございます。おはようございます。なんかお久しぶりでございますね。2ヶ月ぶりぐらいかな。ね、だいぶ前にで、はい、前回もここに来てたいうことですね。そうね、だからトミキさんここでもうあの反省会じゃないけれども、うん、あのまあ、だいぶ出しましたみたいな、なんかあれやったそう、ありがたいあの、ね、エンディングをしてたの覚えてるんですけども、はい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 、まああれから日が明けまして、ついに最終回ということでまあいろんな理由が積み重なって、はい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 、まあ一旦休止と。あー、なるほど、また続く可能性が、もちろん今後だからもしかしたら復活する機会はあるかもしれんけれども、とりあえずやっぱ我々一旦ここでストップということで、はい、なるほどですね。もうでも壮大な曲持ってきてますんで、今日は今回ですか、まあ、さすがにね最終回歌うっていうことですから、はい、あの今までで一番のそうよやつが来る一番っていうことですよね。でっかいやつです。お前おまま今まではもうおまま、はい、ガキのおままごとみたいなことやったけども、はい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 、もうお前会社も苦渋の決断でボツにしたような、そうよ、企画がバンと来るということで、ギリギリのやつ持ってきてます。なるほど、それは今回何なんでしょうか。今回の企画は、はい、サムネできるまで帰らんぞ。あのね、使い古されてるあの考えたやつどこのどいつやで、あの片手まで考えてるやん。企画趣旨としましては、はい、YouTube 動画での再生数の命とも言えるサムネイル、この曲ではその命とも言えるサムネイルを撮影するために、はい、演者とスタッフが命を落として立ち向かう、はい、ルールは至ってシンプルです、はい、演者スタッフが納得いくサムネイルが撮れるまでガチ戦、男たちの無謀な挑戦の行方はと。なるほど、このサムネは要はスロットに関するサムネだけしかダメなんですか、はい、もうトータルでもうやから今日1日という単位で見て、まあ、やから展開が悪かったらもうそれこそもうケツの穴まで見せるぐらいの、そう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 、気持ちをいとわずにやらんとあかんということですか、はい、もちろんです。あ、なるほどですね。だがしかし、はい、我々ジャンバリドット TV、はい、ホワイト企業としてやらせていただいております、はいはいはい、延長などは一切ございませんということでってことは、はい、あのこれ裏事情になりますけどもあのどんな展開でも4時までにはあの撤収するっていう形でございます、ね、はい、そしてこの番組、はい、4分割でやらせていただいておりますのでなるほどですね、4本分のサムネが必要でございます、はい、だからまあ2人並んだ方がいいのかもしれないですね。並びますか、できたら、うん、同じ機種で行った方がいいかもな、うん、サムネできるまで帰らんぞということで早速我々頑張っていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。ギアスでもええんじゃん。おはようございます。さてじゃあ二郎さんの横を狙っていきましょう。まあ初めこれ行って、まあ、ちょっとあかんかったら考えようや。そうか、うん、どうするか。そう、まずはこれでいきましょう。じゃあブラッドプラス、はい、じゃあ僕もブラッドプラス、こちらやっていきたいと思います。ではブラッドプラスいきましょうか。はい、並び打ち得意。いや俺出た時にちょっと打ってて、はいはい、初打ちの時にデッドアライブ、はい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 、刺した記憶があるだけ。成功した。そう、うん、成功して6000枚ぐらい出て。わ、すごいね。そう、それでもうやめたな。あ、なるほどね。そう、いい思い出のまんま。これね、次郎さん、はいはい、あのさっき、はい、あの準備とかしてる間にその、はい、ディレクターさんに、はい、小声でね、富木さんさっき軽い感じでしんどかったらやめるって言わはりましたけど、はいはい、しんどい展開になればなるほどこの台はチャンスやからやめれませんよ。なるほどなるほど、嫌な関西弁使うな。いや、ほんまに嫌な、嫌な、やめれまへんよ、ま、あの10個ぐらい年ちゃうのにほんまそれ分かって言うてはるんですかみたいな感じで言われて嫌な関西弁やなそうなんですよね。結局これなんか ARP 感がなんかハマりきってレベル上がってったら、そうねそうね、デッドアライブが来るっていう。 ARP も重いしな、やっぱ設定に準じた台なんで。なるほどね。で仮にですよ、はい、なんかフリーズ引いたら2人の女王なんちゃらっていうのが来るんですよね。はいはいはい、あれがねちょっと今日僕やりたいんですけど、あの全部ハイリスクの方やって。ああ、赤か青か狙うやつ。そう、あの俺ごっつい方縛りで行くわ、引いたら。マジ、うん、あ、ボーナス狙うんじゃなかったっけ。真ん中赤狙って青滑ってきたらどうのこうのみたいなのあったよね。青ってしたからもうないんかな。おうおう、演出も言ってへんやんけなんそれ、演出言ってへんか。ゼロさん口悪いですよ。あ、あのごめんごめんごめん、
最終回やからどうでもいいわけちゃいますからね、はいはいはい、ウェブには残るから ねそうですよ、一挙手一投足が残されてるわけですから。いやもうでもベストバウトにしよう、やっぱ留吉さんといえばどの動画ですかでこれが出てくるぐらい。あいいですね。あじゃあもう二郎さんといえばっていうのでもそれは私も嬉しいんで、もうあの時のブラッドプラス良かったっすよねみたいなのを、そう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 、何年後にも語り継がれるような。でだからもっと言うとどっちかが死んでも、はい、この動画見たらあの思い出が蘇るぐらいの、はい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 、てかサムネ見るだけで思い出が蘇るぐらいの。で我々この3人はそのブラッドプラス次の寝台が出た時にまた集まろう。じゃあ、あのおい入れたれや入れたれやお前なあ、それは仲間や、それはそうディレクターとのあれやなじゃあ入れたってくれや仲間やこの場に入れて、それ彼は彼で担当する番組があるからなるほどね。あのでもこんなこと言うのなんですけども、はい、まあそういうふうに二郎さんおっしゃいますけども、はい、言って 4,5 回しかしてそんな思い出ないんですよね、あこの番組 に残念ながら。富木さんだって余裕で勝ち越してるわけやん実践。そうやね、で考えたらよ、もうそんな番組ないねんから対して。いやあるって あんのあるわほんまだ、お前がそういうこと言うから風評被害で。いやいやいや、それはもうあれよ、払ってるお金の多さよ実体験に基づいた話をしてるわけで、なんなんやろな、ヘブンズほんま勝てへん。いやいいいいいい、そんなもう他全部勝ってますみたいな言い方、不思議やねんな、ほんまに。一人のやつとかで勝つと、はいはい、もうむちゃくちゃ主戦度みたいに勝たれるそれはでも思うよ、やっぱ俺も思うもん。なんでや汚ねえなって。一番思わんといてほしいやつが やり口汚ねえなって思うよ。一番思ったあかんやつが思ってるからあかんねん。なんか引いた、今アメリカにいるんでね、これ兆候降格、それはね多分ね兆候です。押し順ベルやけど、押し順っていうかベルやけど、あなるほど、結局これぞろい設定差あるんでしょ。あそうなんや、どんだけ引けるかみたいな。もうボーナスあんのこっから、あるんじゃないですか。なぬこれでチャンスの前兆、まあ、結局だから何降格、兆候って言ったっけ、うん、兆候からベルで降格やね、うん、チャンス当たったかなってことかな今、うん、だおいいね、入れんとあかんわ、入れたらもうその伸ばさんとあかんわ。いやそう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 、だそんな何回もチャンスは来んよって、うん、ストライクの球は 2,3 球しかないよって。なるほど、3、あ意外にいけそう、おもんな早いやじゃあ、でもこれなんかセーフになる押し順もあるやろ、なんかあこれでセーフか、1個目正解したらとか、これは倒したら、はい、取ろうたらなんか初め正解してたら延命とかしますなんかその1枚払い出しあったらいいよね。あなるほどなるほど、1枚あれば、ああ大丈夫大丈夫、1枚あれば、うん、あった、いやこれアウトっぽくない、アウトっぽいな、しんどっあ来た、お前いや掴みましたわ、俺と全然ちゃうやないごめんな、あーでかいやつ見たい、それはいけるぞ二郎さん、当てるだけ大丈夫大丈夫大丈夫、いいねー、あと1体うまいうまいうまい、あなんかチャンス、これはいけるんちゃうか、いや熱いやろこれ、えいったやろ、あリプレイ、あーいける、中左右大丈夫大丈夫、右左中、あいやむずいって、別にしんどいな、いやむずいって、コイン持ちいいな、なんかな、うん、何ベルめっちゃ揃う、俺も1万円使ってんだよいやだから俺ベルめっちゃ揃うしチャンスも来たらさせんねん、ほんまやね、うん、
さあ僕も1万円使い切りました。ただでも360ぐらい回ってくれてるんかな。でかいでかい。おい、スイカ。で、ブラッドは変換。3回目かな。あら、熱いやん。あ、これボーナスのチャンスってことかな。ね、ありそう。あー、えらいだ。あ、いたー。じゃあスイカからボーナスってことか。ね、多分。やったー。え、今下段に転廃して狙った、もしかして。じゃあのな、いや、泣いて絶対。今のじゃあ、もうバツのやめたんか。じゃあ、なあ、ええー、かやめたんか。じゃあもうな、上げ足取った。違う、じゃあもうそっとしといて。なあ、もういいから。みんなびっくりしたと思うで、多分。じゃあもうな、もうびっくりさしといたらええから。下段にズバーンって揃うか。そんなもん、もうびっくり。もうええねん、もう上げ足を取るな。なあ、はい、386円総投資11本。むっちゃ回ったわ。下手な6号機より回っとるわ。いや、6ちゃんよう回るだい。いいだいちゃん。なんか熱い、このカットめちゃくちゃ簡単にするやん。これチャンスちゃうか、お前。いや、そらそらな。いや、当たり前のいつもとちゃう。おい、いい加減にしろ。おい、それやめんのか。あのな、次郎さん。何次郎さん。いや、そらチャンスだろ。あの、お前のためにも、その接し方はやめた。いや、こんなもんチャンスに決まってるやんの。じゃあ、もう、あの、俺のことはなんかもうちょっとおじいちゃんやと思ってた。いや、これはまあまあ揃ってもらわんとみたいな。しかもフラグとしての揃ったやつです。なんでどれかな、これか。あー、ついちゃう。スカール、はい。残念ながら青やったっけ。赤か青やったっけ。あー、残念パターン。あー、でかー。398ゲーム投資14本。これ同色の方がいいの。枚数多いとかあるんじゃん。黄色でも20%ぐらいあるんじゃん。あ、緑と黄色そんな差ないねじゃなかったっけな。あんま覚えてない、ごめん。赤で 50% とかだった。ここやな。なんか赤色やね、元からか。いや、もうじゃあ6やん。じゃあ、え、言うたね、おじいちゃんやと思って接してくれたんやけど、おじいちゃんそんな騙しみたいなこと言う。なあ、おじいちゃんそれ6やわ。お前ほどの知識があって。あ、ちゃうやん。ちょ、なんか光った。あ、ほんま、やった。え、何それ。虫順でなんか光ってんねんけど。それ虫。いや、敵あれやろ、抑止や。ああ、それ抑止か。え、消えた。え、狙いみたいなことやったのか。あ、ちゃう、多分これあれちゃう、変換してたようじゃないかな、中身的に。いや、ほら、目がやっぱ生き生きしてるもん。ちょそういうのは、うん、あの俺の仕事やから。そうなん、そうなん、ごめんごめん、お前の仕事じゃない。欲しがりすぎた。やめとき。赤やデフォルトちゃうんかな、それ。おい。いや、アホやん。いいね。え、100。え、ちょっと待てよ。じゃ、これもサブで取っとく。俺悲しんでてお前喜んでるみたいな。あ、それぞれ。38でなんでこんなことせなあかんの俺。な、気色悪い、ほんまに。うわ、お前それいいな。いや、これは1個やっぱ、うん、
お前ステージちゃうやないか。剣舞剣舞や一個上や。だこれは揃いやすいだけなのね。別に揃った時の恩恵云々じゃなくて、これ俺なんかこぼしてんのかな。考えるはスイカ。でもこの2個下とにあんのとこ上にあんねんけどな。まあ、チャンス目ちゃうの。チャンス目やったらもっとバシューンってなる気がする。絶対熱いやん。いやー激熱。うわお前やったな。これはボーナスに期待していいんかな。でもこんだけナビ出てるからな。ちゃんと左から押しますわ。あれかなと思うとき。これはだから多分決戦、うん、決戦っぽいな。雑に揃えましたな。右下。いや、激熱とは名ばかりか。大丈夫大丈夫。黒ナビもやでかくね。黒ナビ敵怒ってたで。あ、目が違う。これ行くわ。目見たわかる。全然違う。来たー。うわ、あっさり行くやん。上決戦にもこれ色あんねん。何ですか。なんかどっか押すとかなかったっけ。なんか赤とか。そうやった。違うかな。さよちゃんが勝ち続ければ継続っていうようなゲーム性です。なんか4と9の時がめっちゃ熱みたいなね。だから攻撃したら連発いけるんじゃん。あ、そうか、こういうやつか。うん。だこれで継続。あ、そうかそうかそうか。そうそう。一回攻撃したらこの、うん、はしゃぐのね。このクイッてやるやつ熱いんじゃん、さすがに。あー、クイじゃない。あー、でもいってるいってるいってる。あー、残念。これで2戦目。おー、赤よ。これは熱いやろ。熱いやな。いつ抽選してんじゃん、これ。もう決まってんの。どうなんやろな。でもなんかこのサヤフェーズのストックとかもあるやろ。へぇ、確か。あー、危ない。あ、ほら、うわー弱そう。でも頑張れ。けん、あかん。リーバー負けちゃったら終わり。ボーナスいけ。チャンスで来い。頼む。いや、終わる感出てるもんな。嘘。おー、いいね。ごめんなさい、嘘つきました。俺ラストや。え、俺終わったわ。駆け抜けた。こんなはしゃいでんのじゃあこんなもんや。申し訳のなるわ、うん、こんなもんやわ。いや、謝って、マジで、うん、いや、ほんまに申し訳ないやつ。いや、悲しい、うん、終わってもうたわ。4セット目これ継続したらだから熱いみたいな感じだった。俺、こっちの。あ、見たんや。これやれるわ。受け方かっこよかった。なんかクソ熱そう。あ、熱っ。あー、素晴らしい。うわ、ボーナスまでない。あるあるある。チャンスイング目よっしゃ。なんて言った今。え、チャンスイング目。ごめん、あのニュージーランドされたからそう、あ、現在進行形やったから、ね、あー、うん、そうなんや。そう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 。やった、やったやった。うわ、100、100。あー、100はない。ボーナスはくれへん。ゴミみたいなのしかくれへんくなかったっけ。え、なんて。ゴミみたいなのしかくれへんくなかったっけ言葉悪いし、いや、50ゲームくれるやん、絶対。じゃあやってみて。ほら、うわ、超30。ほら、いや、30あるだけでも良いと思わんと、それは。あー、来た、硬っ。
え、お前これ最高継続あるんちゃう？そんな？だここで、ほらこれ4セット目続いたからストーリーですよと、これで最高継続は言い過ぎちゃう。 50% でこれ行くときあるやろ。さすがに50はしんどい。いやいやいや、まだ4やで。これ今15連とかしてたらまだし。てか今俺セリフで思い出したわ、うん、あの敵で急に押し順出てくるやん、はあはあ、で成功したら上乗せ、はいはいはい、なんか戦のやつおるよな。え、なんか上乗せ、その押し順成功したらおるよな。そう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 、そいつだぞ、そいつだぞ。いや今ストーリー中やしゃべりかけといて。それ何お前、それおじいちゃんに言うけ。なあ、来たサヤフェイズモノター。さあここはもう揃いますよってことね。あ、歌流れてる。あ、行ったれ行ったれ、あ、行ったれ行ったれ。これで今上乗せが400 450。あー、じゃあけれどもまだ、おいおいおい、歌ずっと流れてんのか。あ、でもなんか敵の攻撃これ熱いっちゃうかな。あ、赤やもん、目が違う、やっぱ全然違うわ。おい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 。いやでも十分やないか、お前。もうまた終わりやがるわ。ラスト、まあ、ええところでチャンス目引けたからな。はい、80ゲームの281枚。やすやつ来て3体か。いや絶妙やね。いやちょっとマジで頑張るしかないわ。あ、これ危な。え、何やこのデモ。あ、大丈夫。おー、チェリーチャンス目。あ、今のチャンス目。そう、あ、真ん中で止まるのか。そうそうそう。おい、いいね。うわすごいね。おいおい、来たやろ、祇園祭やってるやん一人で。おいおい、こんなところで。じゃあやめろ、あの絶妙に思んないことはやめろ。なあ、おいおい、うまいこと例えんじゃったら笑わせてくれ。一人で祭りかよ。おっしゃおっしゃおっしゃ、耐えてる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 、オッケーオッケー。残しとけ残しとけ。はい、110ゲームで341枚です。いきましょう。小型が全然けえへんな。3体さっき命からがらでしたからね。3体 OKOK。 チェリー、ちょ、チャンスちゃうか。よし、いやチャンス言うたやん。え、いやチャンスだ。チャンスちゃうか。よし、いやそらそうある。それ攻めんといて。びっくりしちゃって。そんな攻めやんとって。よかったよかった、つながったつながった。よし、いきます。140ゲームの348枚。もっぺん行こう。あ、小型や、小型。ちょっと待って、これどないなんねん。これ引いたから小型やったんか。なんやなんやなんや。追加で小型2体、これはこれの扱いどうなんやろ。ちょっとまあ堪忍してくれや。いやー何にもなかったな今の。よし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 、耐えろ耐えろ耐えろ。順押しを信じよう。うわー、もうマジか。もういや、ほんま何にもなく駆け抜けた。ほんまに綺麗に何にもなかったな。
のジャンソン、でかいやつ。1でお願いします。3絶望耐えた。200ゲームで3回4回しか引けへん。レアここで引けっての無理よね。あーごめん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 、ありがとう、助かります。戻していこう。熱っ、あいいね。あ、ステップアップイス。ヒーロー。いいですね。あ、もう狙っちゃえ、狙っちゃえ。熱っ。え、こぼしてるだけじゃん。ガヤはどこに。チェリーこぼしただけです。いや、当たってんすよ。当たってんの。でも、あやと青まで滑ってきてほしかったけど。果敢に。当たってそう。ガヤはどこに。いいですね。エアル22ボーナス。素晴らしい。何から？チェリーから。ブラッドボーナス。はい、またブラッドアイ。お、で誰、あー一番熱い子や。これ真ん中に赤7押したらええの。あー当たってた。あーよかったよかった。持ち玉でなんとか193ゲーム。いやボーナスほんま重たいわ。さあ230ゲーム消化。あちっちゃいの。あーかかってこい。これでも倒せよ。最悪や。惜しいとか言わせろや。あー残念。おお、あらあらあら、ほらほらほら、青やで。青ちょっと俺も100欲しいな。お前むちゃくちゃ当たるやないか。さあチャンス目から。すごいな、お前。青くんが滑ってきた。ほら。いい顔すんな。おお、うん、なんか全長中やったからですかね。あー、1ゲーム内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 。おい。お、何も思わん、何も思わん。おい何も思わんわ。なんなんそれ。50ゲーム駆け抜け275枚です。大型3体もうない。大型と小型の違いがもう一つよう分からんから。ああま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 あ、2体残しはね、別に悔しいっていう感情はない。お前とかプラスやろ。プラス余裕で。余裕ってことでもないよ。あ、そう、多分300枚ぐらい。うん、なんかもっとチードルの戦いになるか思った。そうね、4万5万入れてみたいな。うん、2人ともなんか意外と、うん、多分あのサムネ詐欺の一歩先を行かれてるやつですね。